こんにちは。サンドの撮影よりヒーローが好き、特撮女子のパンダです。今回は新シリーズ、特撮ガセビアの沼の第1弾として、特撮ファンの間でよく話題に上る、事実無根のガセビアについて、有名な事例を取り上げ、解説してみたいと思います。なお、ブラックの変身ベルトの名前はバイタルチャージャーや、手記の本名は品川しおり、などについては、ガセネタ真偽不明情報との戦いの動画を、平成ライダーの数字の法則説及び、前作破壊説については、それぞれの専用動画を、その他の誤解ネタについては特撮ファンのよくある誤解シリーズをそれぞれご覧ください。それでは行ってみましょう。教会を燃やして予算が枯渇。平成ライダーシリーズの礎を築いた一作として、文字通り数々の伝説とともに語られる仮面ライダークウガですが、本作に関する眉唾物の逸話の一つに、第2話で教会のセットを燃やしたことで予算の大部分を使い果たしてしまったというものがあります。その金額については、年間予算の半分などと具体的なディティールが述べられることも多く、また主演の小田切丈さんがそのせいでロケ弁がしょぼくなったなどと冗談半分で言っていたという話もセットで付け加えられることが多いですね。しかしこれは全くのデマであり、2012年には大魔神カノンの公式アカウントを通じて高寺プロデューサーがこの件に触れ、あのセットにはそんなにお金かかってないですからとはっきり否定しています。教会のセットにお金がかかっているように見えるのは演出の力であり、実際は天井の壁画はロケで収録しており、セットはシンプルな壁を中心に作られているので、それほど予算はかかっていないとのこと。むしろこのパイロット版に関して言うなら、屋外の遺跡のセットの方が運搬費なども上乗せされている分、よほど予算がかかっていたそうですね。ロケ弁の件はもちろん小田切さん一流のジョークとのことです。さらに、そもそも教会のセットを燃やしたというのも語弊がある話であり、確かに火はついているものの、本当にセットを丸ごと燃やしてしまったわけではなく、ちゃんと消火できるように計算した上での炎上シーンだったとのことで、このセットを改造して作られたのが長野県警のセットです。当たり前ですが、予算の節約についてはしっかり考えられているんですね。高寺氏自身、クウガはそんな都市伝説とセットで楽しんでもらう運命だったのかもしれません。と述べられているように、こうした荒唐無稽な噂が広まることになったのも本作の話題性注目度の高さの象徴だったのかもしれません。ロボタックは狼モチーフ。特撮関連のガセビアが広まるルートには、匿名掲示板やツイッターなどいろいろありますが、中でもニコニコ大百科やピクシブ百科事典、アニオタウィキといったフリーの百科事典サイトは、特にひどいガセネタこじつけ独自研究の温床として知られています。ウィキペディアならまだ熱心な人が要出店タグを貼りまくるなどして自浄作用が働くことも多いのですが、これらのサイトのユーザー層ではそれも期待できず、一度誰かが書いた大嘘が延々残り続けてしまうという事態になりがちなんですね。そんな中でも一人の人物による捏造であることがはっきり確定しているケースとして、鉄腕探偵ロボタックのロボタックは実は犬ではなく狼モチーフであり、名前は狼をロボから来ているというガセネタがあります。作中でトラボルトの猫型チップの件があったので、ロボタックも実は狼型になる予定だったという話にも妙に辻褄が合ってしまっているのがまた困りものなんですよ。もちろん公式設定は犬モチーフで、名前のロボはロボットのロボに過ぎず、トラボルトと同様の裏話があるとか、狼をロボが由来などというのは全く根も葉もない話なのですが、このガセネタをでっち上げた本人は全く悪びれもせず、裏設定を導き出し、ウィキで公開したのは俺だからなどとツイッターで語っている始末でした。現在ではピクシブ百科事典でも修正が入っていますが、おそらくこのガセネタを信じてしまったままの人も一定数いるはずなので、捏造した人物の責任は極めて重いと言えるでしょう。というかこの手のサイトも明確な誤情報に関してはせめてウィキペディア並みのチェックが働くようになってくれたらいいんですけどね。悪タイプを倒す虫タイプ？以前現実に影響を与えた
た要素特集の動画でウルトラセブンのカプセル怪獣がポケモンの元ネタになったという話を紹介しましたが、この他にもポケモンと特撮の関係性について言われていることとして、悪タイプが虫タイプに弱いのは仮面ライダーが悪を倒すことから来ているのではという話があります。確かにポケモン金銀が開発されていた90年代後半はもちろんのこと、平成ライダーを経た現在においても特撮ファン以外の世間の皆様的には仮面ライダーイコール虫のイメージは揺るがないですからね。合わせて悪タイプが格闘タイプにも弱いことについても、やはり仮面ライダーの活躍でショッカーが倒されることからの連想ではなどと言われたりもします。しかしこれに関しては現在に至るまで開発陣のコメントなどの公式ソースが提示されたことが一度もなく、あくまで続説の息を出るものではないというのが正直なところです。そもそも金銀で悪タイプと鋼タイプが追加されたのはエスパー一強ゲート化していた初代のタイプ相性の是正のためという側面が強く、その一環として初代の時点で極めて不遇だった虫タイプに光を当てるためにあえて進行の悪タイプに有利を取れるようにしたというのが実際のところでしょうからね。仮面ライダー説は特撮ファンには嬉しいものかもしれませんが、ソースがはっきりしない以上はあくまで相性を覚えるためのこじつけ程度の認識に留めておくのがいいでしょう。ゴジラの襲撃ルートは空襲と同じ？特撮関連の眉唾情報の大御所としては、初代ゴジラの作中での襲撃ルートが東京大空襲における B-29 の爆撃ルートを再現しているという話があります。ただ結論から言うと、これもこじつけの息を出るものではなく、エリア自体はある程度重なる部分はあれど、ルートが重なるということはないようです。東京への空襲は100回以上も行われており、特にその代名詞として知られるのは1945年3月10日のいわゆる下町空襲ですが、初代ゴジラは下町は襲撃していませんからね。なおこの説に関しては空想科学読本の企画に携わったことでも知られる作家の木原博一氏が2001年刊行の文芸別冊つぶれ英治というムックで言及していたと言われることもありますが、それも誤りであり、実際には木原氏は初代ゴジラの描写は東京大空襲をイメージしたのだろうと述べているだけで、襲撃ルートについては言及されていないんですよね。参考までに2015年に京都精華大学の起用に掲載された橋本明彦氏の論文ゴジラはなぜ品川から上陸するのかにおいても、もし空襲と関連しているのであれば攻撃に主として使用された戦略爆撃機 B-29 の主な侵入経路である房総方面からゴジラは上陸してもよかったはずである。しかもゴジラの破壊地域は1回の空襲で破壊された地域と重なるのではなく、太平洋戦争末期までの度重なる爆撃の結果で壊滅した地域をなぞっている。しかし大きな被害を出した1945年3月10日のいわゆる東京大空襲の被害地域は通っていないとゴジラ空襲ルート説は否定されています。初代ゴジラの描写が戦災を下敷きとしていること自体は否定の余地がありませんが、空襲ルートの件は鵜呑みにしない方がいいでしょう。ということで今回は特撮ガセビアの沼の第1弾をお送りしました。この動画が好評であれば今後第2弾以降も続けていきたいと思いますので、皆さんも取り上げてほしい話題のリクエストなどあればぜひコメント欄でご意見をお寄せくださいね。はい、最後まで見てくださってありがとうございました。この動画のシナリオは後ほどメンバーシップの限定投稿にて公開いたします。特撮書士パンナの活動はご覧のメンバーシップの方々と動画を見てくださる全ての皆様の応援によって支えられています。このチャンネルでは今後も特撮に関するいろいろな動画を投稿していきますので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いします。概要欄に Twitter のリンクも載せているので、こちらもよければ覗いてみてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。特撮女子のパンナでした。